県内で交通死亡事故が多発していることから、県警は今日緊急の会議を開き、対策の徹底を確認しました。県内では10月以降、およそ1ヶ月の間に交通事故で6人が死亡したことから、先月7日から16日まで交通死亡事故多発警報が発令されましたが、今月2日と3日にも交通事故が立て続けに起き、2人が死亡しています。このため警察は今日緊急の会議を開き、県警の松下徹本部長や各警察署の交通課長など合わせておよそ20人が参加して対策の徹底を確認しました。警察によりますと、11月から1月までの年末年始を含む3ヶ月間は交通事故が多い時期で、ドライバーには早めのライト点灯や横断歩道の近くの安全確認を、歩行者には反射材の着用などを呼びかけています。また今月には県下一斉で飲酒運転の取り締まりを予定しています。